どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールにインボーク、メンテナンスが明けまして、スペシャルガシャにピエロマスク歌がですね、登場しています。では、早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。こちらですが、注目していただきたいのが、この攻撃力ですね。アビリティ、この、攻撃力アップ、ダブル S マイナスを、解放させるとですね、プラス600されて1922。この数値なんですが、今まで全キャラ中トップだった2周年カネキですね、2周年の石カネキが1700ちょっと50かそれぐらいだったのを、大幅にですね超えて1922と、こいつが全キャラ中トップの攻撃力を持つキャラクターとなりましたね。まあ、HP は1万超えてて欲しかったですが、こいつの持ってるアビリティガード率 30% アップにより、まあ、HP の低さは関係ないですね。で、防御力もまあ高めの1064と。で、まあ、攻撃力、全キャラ中トップなんですが、そしてこいつはですね、麻痺の迫撃 GS を持ってます。麻痺キャラクター、状態キャラクターへのダメージが2倍ということで、最高レアリティの麻痺特攻ですね、持ちです。で、防御力アップ持ってて、さらに火に強いという、火のキャラクターに強い、豪属性キラーダブル S プラス 1.7 倍ですね。はい、かなり、条件が噛み合えば爆発的な火力を出せるキャラクターになっています。そして、スキルの方。それでは本日最初の商品です。レベル5。3ターン間自身の攻撃の2倍。敵単体に攻撃 1.6 の9連ダメージ。武器耐久値マイナス7。まあ、一般的なスキル内容なんですが、いいですね。自身の攻撃2倍にして 1.6 の9連ダメージですね。はい。どれだけ火力が出せるんでしょうか。まあ、逃走ステースのこう SS っていい感じに来てますね。これなんだっけ、また忘れちゃった。射程だっけな、射程だったような気がしますね。射程は B と。で、7秒間味方全体のガード率を 50% にするですね。まあ、水アタッカー、まあ、水属性って言うとムツキとか、まあ、向こうは流血特攻だけど、こっちは麻痺特攻ですね。ハイセとか、まあ、フェスゲンで言うと凶暴カネキとかかな。まあ、カグネ出す必要があるんですけど、ムツキとか凶暴カネキは。こいつはまあ、カグネ自体まだ出してないということで。殴りなのかな、スキルは。まあ、僕、課金やめたんで、いつまで続くか知らないですけど、僕、一応課金やめたんで、石66個しかないですよね。まあ、とりあえず、今回ステップ1で、行かせてもらいたいんですけど、まあ、石ある方ですね、ぜひとも引いていただきたいキャラクターです。提供割合の方です。これ、500万ダウンロード記念。全世界、このゲーム全世界500万ダウンロードを突破してたんですよね。で、ステップ3とステップ5、10連引けば、ステップ3とステップ5でこのキャラクター1体ずつ手に入るんで、まあ、ぜひとも3周回していただいて、ご突していただければなと思います。はい。では僕は10連だけ引かせていただきたいと思いますよ。66個、なんか無課金の頃思い出すんですけど、66個っていう少ない石、大事にしていきたいですね。まあ、動画的に一応10連引いとかないと、まあ、見栄え的にもキャラの説明だけして終わっとくっていうのは僕なんか心情にあれなんで反するんで、まあ、動画出すからには10連はするぞと、まあ、その10連はするぞと言っても SSR が出るわけではないと、 SSR 出したいならまあもうとりあえずステップ3まで引けということですね。なんか一部 UI 変わったってなんかメンテナンスよくあるんですけど、今回ちょっとスキルとかステータスとか G 大きくなりました。なんか前もっと小さかったような気がするんですけど、はい。あとなんかアイテムセットみたいな、強化アイテムセットみたいなのを核宝石で買えるようになったっぽいですね。まあ強化困ってる方いたらぜひとも買ってね、見てください。初心者の方とか石最初余ると思うんで、自分の欲しいリセマラで手に入れたら余った石で、まあ、一気に強化するみたいな感じでいいんじゃないですかね。はい。というわけで今回は500万ダウンロード記念と言っていいんだろうか、まあ、わかんないですけど、スペシャルガシャに全キャラ中トップの攻撃力と、まあ、麻痺キラーと炎属性キラ かなり火力が出せるオークションかな、オークションウタさんが、まあ、出てきたということで、まあ、カグネ出したウタさんも早く見たいですね。まあ、まだまだ先だと思うんですけど、では今回この辺りで終わりにしたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。